私は宮古島市の佐渡山つともと申します。アンチやクイクイという言葉を大切にしております。人生には人それぞれに様々な苦労がつきものであります。それらを一つ一つ乗り越えていくことによって人間としての成長がもたらされるものであると思うからです。都の言葉にあるアンチやクイクイという言葉を人生訓として大事にこれまで過ごしてきました。ありがとうございます。